はい、皆様こんばんは。オーストラリアゴールドコーストからお送りしております。ソーシャルメディア世界どこでも tv マッカイ清美でございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか？さて、今日なんですけれども、えー、私も大好きな色は。えー 黄金色黄金色なんですけれども、まあ、岩手のですね、えー、黄金の国ジパング特集ととといいいいうことでお送りしていきたいと思います、えー、私あの9月の末から10月にかけて日本のセミナー遠征の方に行ってきたんですけれども今回のご縁がありまして岩手の盛岡の方で、えー、ビジネスセミナーの方を開催することになったんですねでその時にあの前回春にも盛岡の方にお邪魔したんですけれどもその時は本当にもう一泊で翌日もうすぐあの東京に戻らなくてはいけなかったんですけれども。 今回はあのゆっくり一泊してねあの岩手にはたくさんあの見どころがありますけれども世界遺産の平泉、ね、一度行ってみたかったんですよね、えー、そのあたりのですね岩手の魅力使徒食そして文化歴史と今日は気候番組でお送りしたいと思います、えー、途中ですね岩手在住のゲストの皆さんをスカイプでお呼びしまして7000キロ飛んでライブ対談の方もお届けしたいと思います さて、今あの冒頭でご覧いただきましたけれどもえ岩手のですね、盛岡の駅前にあります立派なアイーナというね県の施設があるんですけどもそちらの方であでビジネスセミナーを開催してまいりましたでは画面の方を切り替えてご紹介していいいきたいと思います。はい、えー今回ですね、私がなぜ盛岡にあのご縁があったかっていうのもこれもね、本当に不思議なインターネットのつながりなんですけども。 えーまあ、私インターネットでですねあのソーシャルメディアのセミナー講師をしているんですけども、まあ、そんな関係であの世界中いろんなところにもお客様がいらっしゃるんですねそれであの去年から急に東北の方のご縁というのがすごくたくさん増えてきましてこれあのとっても嬉しいことなんですけどあの私ももともとですねうちのおばあちゃんが宮城県の出身なんですね。それであの自分分ののの中には4分の1東北の地が がこう流れていいるととうことで、あの東北に行った子どもの頃のすごく懐かしい記憶とかがありましてあの東北新幹線に乗って行きましたけど私が子どもの頃はまだ東北新幹線が完成してなかった時なので、えー、東北道のくというとなんかすごくこう時間をかけていった気がするんですけど今はもう新幹線であっという間でございますよね。 はいそれではあのご紹介していきたいと思いますあの今日はたくさんあのお写真でねあの当日を振り返っていきたいと思いますけれどもはい私あの日本の遠征に行きますとですね写真本当なそれこそ何千枚と写真素材を撮ってくるんですけれどもはい、えー、まだまだたくさん整理しきれてないものとかもあるんですけども今日は写真でも振り返っていきたいと思います、えー、10月4日ですねはい10月4日に 盛、えー、岡の方に行ってまいりましてです、ね、ちょっとずっとこう写真の方で先ほどビデオの方でもご紹介したんですけどもはいじゃあまずこの辺りからいきましょうかはい、えー、東北新幹線に乗りましてはい、えー、今回ははやぶさできました。 はい、あの東北新幹線に揺られてですね。あのどんどんこう北上していくと、窓の外が緑が多くなってきてね。もうあの大宮宇都宮なんかを過ぎたあたりから、もう本当にこうのんびりとしたのどかな風景が広がって、ああ、なんかどんどん北上してるなーっていうのを感じますよね。そしてあの東北、今回10月の初めだったんですけれども。 ちょっと寒いよという情報がありましてですね。あの、東京関東の方はなんかこう？半袖でも十分だったんですけども、慌てて東京駅であの1つあのパーカーを買いましてですね。あの備えていきました。はい、こんな感じでですね。はい、この日は熱海からですね。そのまま東京駅に移動しまして。 で森岡の方に移動だったんですけども途中、ね、あの熱海から新幹線に乗った時に、ね、新潟のお友達に偶然ばったり車内で会うというどれだけの確率なのかなと思いましたけれどもあのソーシャルメディアって本当にそういうことがよく起こるのは、ね、あのフェイスブックとかであの今東京に新幹線で向かってますみたいに,なんかに書き込みますとあの同じ車内にいますっていうことが起こるんですよね、皆さんね。 はい、えー、それでは東北新幹線に乗ってま、えー、まずは森岡の方に、ね、行ってまいりますてあの今回なぜ盛岡の方にご縁があったかということなんですけどもあのインターネットであの仕事をしてましてお友達伝いにですね やっっぱりご縁いいうのが広が広ていくんですねそれであのあこれ盛岡に着いた時なんですけどもあのそれであの私のビジネスパートナーの坂田幸太郎さんというセミナー講師さんがいらっしゃるんですけども、えー、彼のご縁、ま、彼もセミナー開催をした時に、えー、その時にあのお見えになっていた。 参加者の方が森岡の出身の方方が岡出身だったんですねそれで、まあ、私と坂田幸太郎さんはセミナーを一緒にやってますのでねあの東京なんかでも一緒に共催するんですけどもそんな時にですねあの、まあ、スカイプを通じて、まあ、ちょっとこうお話しするような機会がありましてねそれであの去年の,あのくれぐらいから急に東北とご縁があのたくさんできてきました。 で今、あの写真でご覧いただいてますのは盛岡の駅前のですねとってもあの美味しいわんこそばのお店があるんですね、あのとても有名なお店で、あづまさんというお店なんですけども、私、今回、あの今年入って2回目なんですけども、わんこそばに挑戦してきました。 わんこそばっていうのは盛岡のですねあの有名な、えー、おそばなんですけどもちっちゃなお椀の中にあの一口サイズのおそばがこうねあのお給仕さんがこうポンと入れてくれるんですけどもでそれで、えー、お給仕さんがね「どんどん」とかね「はいもういっちょ」とかね掛け声をかけてくださってでその軽快なこうリズムに乗っておそばをこういただくっていうあのスタイルなんですけどももともとはあのお客様にですね お待たせしないで、えー、同時にですね、たくさんのお客様に、えー、お蕎麦を振る舞いたいというところからこのワンコそばのスタイルが始まったということなんでございますね。はい、これお土産用のお蕎麦なんですけれどもね。はい、であのワンコそばなんですけれども、この安住屋さんでですね、あの今回も2回目の実況生中継というのをやってまいりましてですね、あのワンコそば対決。前回私あの五十杯まで えー、行きましたんですけども、えー、と10杯でざる、えー、そば1枚分。 ということなんで私今回、えー、前回の50杯を、えー、上回りまして68杯まで、えー、食べることができましたけれども中にはかなりのツアモーもで100杯を超えた方が今回も3名ほどいらっしゃったんですけれどもこの模様をですねあずめやさんから、えー、インターネットを使って実況生中継をしたんですねえー、とその模様がですね youtube の方に上がっておりますのでちょっとこちらで皆様にご紹介しようかと思いますインターネットって便利でしょあの今これ皆さんにご覧いただ い,ただい,ている仕組みは YouTube、u s ストリームという仕組みなんですけどもインターネットがあ,のありましたらどこでも、えー、自分テレビ局ということで生放送ができるシステムを使ってるんですけどもあのこの生放送のできるユーストリームと y ユ u チューブ非常に相性がいいんですねそれであの私あのいろんなところから生配信をするんですけどもその模様というのを全部あの YouTube の方に保管をしておくんですねそうすると、まあ、こうして VTR をですね皆さんにあのご覧いただくときにこんなふうにですね倉庫の中に全部こう入っているという感じなんですねはいそれではあの盛岡でもですねたくさんあの動画を撮ってまいりましたので、えー、その模様などを皆さんにお見せしたいなと思いますさてそれではえー、っとわんこそば対決あこれ新幹線の中で会った時なんですねはい盛岡セミナー はい、あれわんこそばはあ YouTube にまだあげてなかったのかなわんこそば対決はもしかしたらユーストリームのほうに入ってるかもしれませんねちょっとユーストリームのほうに行ってみましょう。あの約1時間ぐらいあの実況生中継をしたんですけれども。 はい、あの他にお客様いらっしゃったんですけどもなるべくそのお客様ご迷惑ならないようにですね、えー、端の方にあのまとまって実況生中継しました。で東屋さんの方も本当にもう協力的であの前回もそうだったんですけれどもあの本当にあのお店の中であのこの生中継をですねあの許可していただいてそれであの 岩手県のです、ね、いいところをたくさんあのご紹介しようということで,です、ね、今回もあの東京から来た人たちとそれからあの岩手の方とえ2組に分かれましてで、わんこそば対決というのをやったんですね。であのその時の模様がこちらの倉庫の中に入ってますのでちょっと皆様の方にお目にかけたいと思います。1個前かかははい、い、ここちらですね、はい、あこの辺に入ってるかな、はい かの誘いであこの辺ですね。それではちょっと vtr の方皆さんにご覧いただきたいと思います。わんこそば対決です。はいで、この岩の盛岡のですね。岩手のえわんこそばなんですけども。あのいろ,いろこう親。 薬味が出てくるんですね、えー、とちょっとまあそぼろのようなものとかそれからあとこうもちろんネギとかもありますしわさびとかもありますしあのおそばだけで飽きないようにねいろんなこう薬味がついてきてこの東屋さんの場合はですねあのお刺身のおセットなんかも、えー、ついてくるんですけども、えー、とてもこうお味をですねいろいろこうバリエーション豊かにわんこそばを楽しめるというふうになっていますさあそれででは VTR の方をご覧いただきましょうワンコ対決です。 はい始まりました。はい、えー、こんな感じでですねすごくたくさんあのお蕎麦の薬味が出てくるんですね。はい盛、えー、岡駅前の安マヤさんでございます。はいもう駅前本当にあの新幹線降りてすぐですね目の前にあのあります。 それであのこちらのお給仕さん女性の方があのほとんどなんですけどもすごくこう感じが良くて明るくて掛け声が非常に軽快なのでスイスイ最初の20杯ぐらいはスイスイい,すい行ってしまう感じなんですけどわんこそばっていうのはお給仕さんがこうあのおそばを入れてくれるタイミングでもうあの食べられないわと思ったらあの蓋をポンっと閉めなくてはいけないんですけども閉めないともうす次のおそばをすッとこう入れてくださるんですね。なので私最初 最終的にあの全部であの5名の方と行ったんですけれどもあの私が最後の1人に残ってしまったんですねそれで結局あのお給慈さんと1対1のですね対決状態になりましてそれであと結構後半苦しかったんですね。はいえー 今回ね、一緒にわんこそばを食べたのは、えー、地元の盛岡のですね、小刈前健太郎さん、それからですね、あともう一方、漆田さんという地元の,あの女性と、それと関東の方からは、あのね、うちのノマドワーカー,、えーの講座生さんの、卒業生さんのきみ子さんと、それから、えー、世界どこでも行政組織の林先生、ねあの、一緒に新幹線で行ってまいりました。はいえー、と薬味の方がこのような、えー、スタイルになっております。 ちょっと音の方も出してみたいと思います。はい、ちょっと解説が入ってますので、ちょっと VTR の方をご覧いただきます。食味を,を変えながら、えー、まあ楽しむという感じですね。はい。いはい。えっと、まあたくさん食べてもらうためにっていうふうに言ってましたね。それで大体俺もよく俺よく知らないんですけど、俺よく知らない。そうそうそう。でも私今日三回目です。そんなに食べないですけど。 あそうなんです。ではいはい、ただやっぱり盛、はい、岡にお客様がいらっしゃるときはやっぱり紹介しやすいの、ね、はンコこそばであれ冷麺とかですね、じゃじゃ麺麺が結構有名な。はい、そうなんです、はい。そう言ってましたね。はいはいはい、15人前。あそうあ、そうですね。はい、<laughs> カッパ先生がよくご存じです。はい そうですね。 様子が出ておりますけれどもちょっとね VTR の方先送りしまして実際にあのお蕎麦を頂い,いているところあ今ね来てますねえっ、ー、と世界どこでも行政書士の林平大先生なんですけどもすごいピッチでですねあの私目の前であの一緒に頂い,いてたんですけどもすごい早い私が1杯あのいただくうちに5杯6杯ぐらいのペースですかねで関東人はえ林平大さんとお隣の西野紀美子さん西野さんも本当に上品な 方でですね、一番早くあのもう蓋を閉めてしまわれたんですけれども、まあ、関東人対、えーまあ、地元の盛岡の方の対決という状態になりましたけれども前回のディフェンディングチャンピオンの盛岡の小刈前健太郎さんは、えー、前回108杯ぐらいまでいったんでしたっけね。はい、今回は林平大さんが186杯で、はい、優勝でございましたけれども。 あのお椀がこんな状態であの積み重なっていくんですね。 見た目でもですねすごく視覚効果ですごい食べたっていうのは分かるんですけども本当に大きおじさんがね軽快に上手にこうお蕎麦をね入れてくださるんですね私もね最初の10杯ぐらいは美味しいなと思って始まってましたけれども後半50杯を過ぎたあたりでもう閉めたい閉めたいと思っても閉められない状態で結構最後の方涙目になってい 入っておりました。 はいえー、皆様からの書き込みもご紹介していきましょうこのソーシャルメディティビですけれどもえー、これはインターネットのねネット ＴＶ の特性を活かしまして視聴者の皆様と対話ができるスタイルになっています今ご覧いただいております画面の右側の方にねソーシャルストリーム出てますけれどもはい、えー、コメントご紹介していきますはい、えー、中野さん、えー、カッパ先生とさっちゃんご無沙汰はい、えー、アカウントがツイッターになっています嬉しさですはいどんどんと思い出しますねはいどんどんもう、まあ 以上はい頑張ってね本当に楽しかったですねはいということで盛、えー、岡のわんこそば対決うるしださん100杯超えたんですよね女性で100杯ってかなりすごいことだと思うんですけどもねありがとうございましたはいさてそれではね、えー、続いてまたお写真の方で振り返っていきたいと思いますはいあの盛、ー、岡ですけれどもね はいあの私今回ですねあの盛岡の駅前の アイーナというですねとっても立派な県の施設があるんですけどもこちらなんですけれども本当に盛岡の駅の目の前ですねでこちらにはあの図書館があったり立派なねあの会議室がたくさんあったり大きなあのイベントができるホールなんかもありまして、えー、こちらの方を会場としてセミナーを開催してまいりましたそれで今回このセミナーを開催したいというふうに思ったきっかけなんですけれどもあの岩手県の盛岡の ご出身の小刈前健太郎さん現在会社員さんなんですけれどもあの東北ってねどんどんこうあの人が都会の方にお仕事に引っ越してしまって、えー、人が少なくなってきたりとかしますよねそれであ皆さんがこう遠くに行かなくても自分たちの愛する地元の盛岡で、えー、何か仕事をして地元を盛り上げたいとそれからあの2011年に起こった、ね、震災ですね盛岡岩手の方あの岩手県の沿岸部の方も大きな被害 を受けましたけれども、そのあの岩手の皆様をね、あの力づけたい、ね自分たちの力であの自分たちの岩手県を盛り上げたいとそんなあの気持ちを熱く持っている方でいらっしゃいます。で彼のね発案で今回、えー、私はオーストラリアですけれども、えー、埼玉そして横浜 ねえー、関東の皆さんが、えー、新幹線に乗りましてで地元の盛岡そして釜石の、ねえー、メンバーと一緒に今回盛岡でセミナーを開催することになりました。はい、でアイーナの模様をただいまご覧いただいておりますけれどもあの今回のテーマはですね はい、あの、今まで一歩踏み出せなかった皆様へということで、まあ、インターネットを使ったビジネスの可能性ということで、あの、私もお話をさせていただいたんですけれども、あの、よく皆さん、あの地方でセミナー、私、開催させていただくと、皆さんこんな風に言うんですね。まあ、東京とか大阪はいいよねとね、都会だから何でもね、あの、たくさん近いし、あの、いっぱい、いろんな情報もあるでしょうというふうに皆さんおっしゃるんですね。で、あの、その時に私、思うんですけれど。 私はオーストラリアに住んでますよね。それであのオーストラリアに住みながら、私の主なお客様っていうのは日本在住の方なんですね。で、その他ハワイとか、えー、韓国とか台湾とかシンガポールとか外国に住んでるお客様もがいらっしゃいますえー、それをよく考えるとね。あの、日本から見たら私なんかすごく究極の地方在住者なんですよね。 でもあの仕事ができてるっていうのはこれはやっぱりインターネットをあの武器にしてるからだと思うんですねそれであの今回岩手の方にもお伝えしたかったなというのはあの岩手にいながらにしてお客様とかご縁とかえそういったものを世界から引き寄せてくるにはやっぱりインターネットってすごく武器になるんじゃないかなってあの思っていますそれであの今回はですねゲストスピーカーで私を含めて、えー、釜石に在住の 森岡のチェコさん、ね、それから、えー、埼玉県の真名子市の公、えー、子さん、それから横浜の行政書士の林先生、そして、えー、地元の盛岡の小刈舞健太郎さんと、5人の,あのスピーカーでセミナーを開催させていただきました。 で遠くはね関東、千葉県の方から新幹線に乗ってあの参加してくださった方とかまた今回、会場にはあのお越しいただけなかったんですけれどもえとどちらでしたっけグアムからインターネットであの参加してくださったり方がねいらっしゃったりとかしましてですねあのインターネットって本当にその距離とか国境とか時差とかそういったものをね飛び越えてしまう。 そんな力があるんだなということを改めて実感しましたしそのスキルっていうのかなその皆さんの好きな仕事で皆さんのビジネスを立ち上げていただきたいなという思いでねこれまでの私たちの経験っていうのをシェアさせていただきました。はい、ということで岩手県のアイーナで行われましたビジネスセミナーの模様を皆様にご覧いただきました。 さてあの、このビジネスセミナーなんですけども、えー、限られた時間での開催になりましたのでねお伝えしきれなかった部分っていうのがまだまだたくさんあるんですけども、えー、地元にしっかりと根っこを張っていらっしゃる小刈前健太郎さんが、あのー、オンラインのねクラスルームっていうのを、えー、開催していただいてましてセミナー後45日間ねあのサポートさせていただいていますそれであのオーストラリアに住んでる私もこれねサポートができるんですよ。インターネットに乗っていけば 皆さんにお伝えしたい情報とかそれからぜひ皆さんに身につけていただきたいスキルとかそういったものをネットの動画とか ね、それからネットのテキストとして皆さんにあのお届けすることっていうのは本当にワンククリッででできるんですねですのであの岩手のセミナーでは本当にあのこんなことができるというね、えー、アイデアをあのご紹介したと思うんですけども是非45日間のアフター講座の方でですね皆さんあの横つながりでどんどんアイデアを出して岩手県 ね盛り上げていただきたいと思います。私も桜の咲く頃またあの岩手の方にねお邪魔できればと思っていますよ。さあそれでは、えー、続いてお写真の方をご紹介していきたいと思います。えー、岩手県の、えー、駅前のホテルに一泊しまして翌日セミナー主催者共催者のみんなと。 えー、気持ちのいい朝を迎えましてですねであの前回の盛岡の、えー、セミナーに伺った時には私もう翌日トンボ帰りだったんですけどもでもあの今回は一泊あ二泊ですねしましてゆっくりあの岩手県をあの魅力をあの楽しむ時間をあの作ってきましたそれでは、えー、第2部では岩手県緑、人食文化、歴史、えー、そんなですね岩手県の魅力を皆様にお伝えしていきたいと思います。 さて、それでは、えー、まず写真から、えー、ご紹介していきたいと思いますけども今回私たちが行ってきましたのは、えー、世界遺産の平泉でございます、えー、震災後にですね、あのー、世界遺産の方に、えー、指定をされましてもともと平泉という土地はですね、えー、かつてはあのー、京都に次いで2番目の大きな都だった時代があるそうでございます。 そしてあの私歌舞伎が大好きなんですけれども、えー、弁慶と義経の「 えー、ゆかりの地ということもありまして、えー、弁慶のお墓もこの平泉にあるんですけれども、えー、私ちょっと弁慶になってみたんですけれどもあの今までこう断片的に知っていた、えー、日本の歴史それから歌舞伎で見たあの舞台の様子とかそういった点がですね今回あの平泉に訪れたことによって線になったようなあの感覚がありました。 それでは平泉ですね。中尊寺の境内をゆっくり皆様にご紹介していきたいと思います。こちらはですね、あの弁慶堂ですね。はい、この中にあの四つの像と、えー、そして、えー、弁慶のね、えー、像がこの中に、えー、安置をされているんですけれども、ゆっくりゆっくりとあの丘の方ですね登っていきます。はい。 そしてあの本堂のあるところに行きますと、こう立派なね、あの枝を広げた赤松がありましてですね、なんかこう背中がピンと背筋が伸びるようなあの気がいたします。そしてあの今回本当にあの私たちラッキーだったなと思うんですけれども、あのたまたまえこちらの方に行ったタイミングですね。普段はあの公開されていない。 えー、ところだったんですけども、えー、そういったあの黄金に輝くです、ね、この像を、えー、参拝することができました。 それであのこの、えー、中尊寺の中にはですねたくさんのお堂があるんですけれども、えー、今回ですね特別に、えー、こうしてですね見ることができた黄金の、えー、像なんですけれどもこの、えー、中尊寺の歴史をですね、えー、しっかりとお勉強できるような展示なんかもされておりましてね今回本当にラッキーだったなっていうふうに思いますねあの本堂の方に、えー、入りましたらしばしあの私あまりにも 神々しい、えー、お姿だったのであの10分15分ぐらいでしょうかねもうポカーンとなんかこう時を忘れて思わずこの美しい像にあの見入ってしまいましたはい、えー、中村寺の方ですねはい、えー、中村寺のご紹介をですねちょっとこちらの方で、えー、させていただこうかと思います、えー、とちょっと本堂になるところ行きましょうか。 こちら、えー、本堂の、ね、正面のところに来ているんですけれども、えー、1972年にです、ね、ユネスコの総会で世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約というのがまあ採択されたんですけれども、まあ、世界遺産というのは皆さんもご存知だと思いますけれども全世界の人々の共有財産として国際的に保護して保全していきましょうと義務付けられている遺産ですとか建造物自然のことなんですね。 それであの平泉は国内で12番目。 東北では初め,ての初めてとなる文化遺産で、えー、指定をされています対象、えー、となったのがこちらの中尊寺なんですけれども、えー、かつてはあの京都に次ぐ第二の都としてね大きく栄えました、えー、平安末期時代にですね欧州の藤原氏が築いた、えー、華麗な黄金文化の遺産群なんですけれども日本固有の自然をね崇拝するという思想などと融合した仏教特に浄土思想にて に基づいて仏国土浄土を現世に表現するために作られた独特の雰囲気を持つ世界遺産になっています2011年6月にこの平泉ですけれども文化遺産に指定をされました あのこの平泉がね、えー、都として大きく発展していくまでには実はあのたた戦いの長い時代もあったんだそうですねそれであの欧州の藤原氏もこの都を、えー、どんどんこう発展していったんですけどもこの平泉が発展する前には長い歴史の中で戦いの時代もあって。 あの初代の藤原氏もですね奥様や子供をあを戦乱の中で亡くすというようなことがありそういったあの争い事をですねもうやめて平安とそれから幸せそんなですね都を築きたいといったそんな思いでこの平泉を発展させていたいった歴史があるそうなんですね。それでは皆さんに境内をゆっくりとご紹介していきたいと思います。 あのとても手入れのされた、えー、この坂参道なんですけれども左右にですねたくさんのお堂があります。 あのたくさんの戦火やまたあの災害なんかもあったということなんですけどもあのかつてはお堂が戦火で,です、ね、あの焼け落ちてしまったところもあるんですが現在はあの再建されたものが多くてこの月見坂の左右にです、ねまあ、本堂はもちろんですけども地蔵堂ですとか八幡堂それから先ほどちょっとお写真にも出てきましたけれども弁慶堂そして薬師堂それから峰薬師堂。 目の,あの仏様、それから大日堂それから、えー、あとは阿弥陀仏堂とかですね、えー、弁財天堂とかですね釈迦堂それから経蔵、えー、そしてかなり奥の方に帆、えー、を進めますと、えー、とても有名な金色堂があります。 そしてこの月見坂をゆっくりゆっくりあの緩い坂なんですけれども登っていきます途中この、えー、お不動産の前ですねあの林平大さんにそっくりなお地蔵様がありましたんですけれどもよく似てますねはい目のお守り薬師堂の前ですけれどもうちの母もちょっと目を患っておりましてですねあの母にお守りを1つあの買ってきましたはい。 そしてあの小さな祠お堂の中にですね、あの歴史を感じさせる、えー、このようなあの仏像が安置をされておりまして一つ一つのですね、お堂ゆっくりとあの見て参拝をしてまいりました。 そして、こちらがですね、金色堂なんですけれども、あの金色堂の中はの写真が撮れませんでしたので、えー、ちょっと中の様子はお見せできないんですけれども、これはあの大井堂と言い,いまして、金色堂を保護するために、外側に建てられているものなんですね。であの以前、このお隣にまだ残っているんですけれども、古い大井堂というのがありまして、えー、一度、歴史の中でですね、えー、この金色堂もかなり。 痛みが激しかった時代があり、えー、一度は解体されてそして、えー、もう一度丁寧にですね補修されて現在のこの大井堂のある位置に移動したということでございます、えー、現在でもですねこの平泉を開き発展させてきた、えー、欧州の藤原氏の4代の藤原氏が、えー、眠っているのがこの金色堂でもあるわけなんですねはい、そして馬匠、えー、も イエスはこの金色堂に訪れておりまして、えー、藤原氏の映画、そして悲しい歴で、えー、歴史でこの平泉が一度はですね、えー、黄金の時代を閉じることがあったんですけれども、それからあの何百年もして、場所が奥の細道でですね、平泉を訪れた時の大変有名な句があるんですね。この金色堂を見て、えー、一句読んだということなんですが、 え、サメだれの。振り残してや光堂という句がありまして。えー、場所が訪れたこの記念の日が、こちらに立てられています。はい、これが、えー、場所のですね、像、えー、になります。はい。林先生ですね。大人に写ってますね。<laughs> はい。あの金色堂、私も、あの、中を。えー 入ってて見学をしてきたんですけれどもちょっとね中の様子が見られないんですけれどもあのお菓子でできた金色堂というのが、えー、近くにありましてその金色堂ねちょっとどんなものだったかちょっと皆様に感想の方をお伝えしたいなと思うんですけれどもあのもうそうですね900年前ぐらいですかあのこの黄金の え、こう、浄土ですよね。それを、このように表現したと言われている、え、金色堂なんですけれども、あの、当時の仏教美術の最高の技術を使って、混流されたというふうに言われています。それで、あの、その時のですね、金色堂の、今の様子なんですけれども、あの、とにかく全部が。 金色なんですねそれであのお堂の大きさというのはおそらく 5m 四方ぐらいの大きさになるのかなと思うんですけどちょっと今平泉の写真がたくさん出てますけども、はい、ちょっとねお菓子の金色堂があるんですねちょっとそちらの方をお見せしたいと思うんですけどこの辺りかな。一、は、ノ、い、の関の駅の駅方に 金色堂のお菓子が展示してあったんですねちょっとこちらなんですけれどもこれお菓子でできてるんですけれどもあの今、えー、この金色堂のお菓子のところの,ほこあの扉閉まっているんですけれどもこの奥にですね、えー、ともう立派なこう柱状の えものですね、えー、これはあの300 3,000以上の国宝と重要文化財があるこの中尊寺の中に建てられているものなんですけれどもあのとにかく黄金なんですね。それであの中のお写真が撮れなかった関係で、えー、私あのパンフレットをもらってきていますのでちょっと皆様にこのパンフレットでご紹介をさせていただこうかと思います。ちょっと画面の方を切り替えていきますね えーとですねあこちら、ちょっと待ってくださいね、デスクトップから、はいちょっと待ちくださいね、こちらで、はいちょっと壁を切り替えていきます、こちらなんですけども、はいこれが、えー、金色堂の中の様子になります。はい いやー、あのー、もう本当にですね、あのー、いろいろな金の輝きがあると思うんですけれども黄金に輝く祠になっているんですね、あのー、中の撮影ができませんでしたのでちょっと今日はパンフレットでご覧いただくんですけれども、えー、中尊寺はですね、えー、850年比叡,え、えー、比叡山の構想の自覚大使円陣によって開かれたということなんですね。そそしてそのの世紀の初めに 欧州の藤原氏初代の清平公によってね大規模な造、えー、エトットが行われたということなんですね。 それであの清平公の中尊寺の混流の趣向というのは十四世紀の後半に東北地方で続いた戦乱で亡くなった方たちの霊とかですね敵味方の別なくね慰めて道の句と言われて、まあ、辺境と言われた東北地方にですね仏国度の,の光を指すようなそんな平和な理想社会を建設したいというような思いで建てられたということなんですね。 えー、中尊寺のです、ねえー、創建当初の姿を今に伝えるのはこの金色堂で、えー、数々の,あの仙壇の中でもこの金色堂だけは何とかその戦火を逃れたというものでございます、えー、1124年だそうですね堂、えー、の内外にです、ね、金箔を押してある貝金色という阿弥陀仏堂になるんですけれどもまず堂内のこの装飾をちょっと皆さんにご覧いただきますともうあのあと される輝きなんですねで4本のですね薪柱と呼ばれる趣味えこれ仏壇になるんですけども投げ石に至るまでもう白く光るですね夜光街の,あの細工これ螺鈿と呼ばれる細工なんですけども、えー、さらに透かし彫りの金属あの金具ですねそれから、えー、漆の薪絵また平安時代の後期のです、ね、工芸技術というのも集結して、えー、作られた まあ、あのお堂全体がですね美術工芸品のようなあの感じになっていますであの中尊寺の,あの先ほどの坂を登、えー、ったかなり奥の左手の方にあるんですけども是非皆さん一度あのこの中尊寺でこの金色堂をお参りしていただきたいなというふうに思いますねはいあのこの東北の平泉がかつて本当にあの黄金の都だったということを 本当に肌で感じることができる、あの素晴らしい世界遺産の中尊寺です。それであの中尊寺をちょっとこちらの平泉の方でご紹介したいと思います。はい、え、こちらパンフレットの方をね、あのもらってきましたんですけれども。あの黄金の国岩手というのは中尊寺だけではなくて。え、実はですね、毛通寺であったりとか。それから、えー、漢字在音韻跡、それから無料婚姻跡。 それから金慶山とかですね当時のその黄金の岩手黄金の国ジパングと言われた、ね、その時代を放出させるようなあのいろいろなこう、ね、歴史を残すゆかりの地がたくさん残されています敵も味方もなくただ魂を鎮めるために作られた奇跡の国平泉というねコピーがありますけれどもこのあたり歴史あの日本の歴史をですねもう一度ですね振り返 入ってゆっくりと散策歩いていただきたいなというふうに思うんですね。あのこの地元で配られているこのパンフレット。 えー、見ただけでですね。私今回あの一日ゆっくりとこの岩手を見る時間があったんですけども、まだまだあの行かれなかったところとかがございましてですね。今度はあの春にもう一度この岩手の方をゆっくりあの訪れてみたいなっていうふうに思います。それであの一つ私がこの今回あの平泉とこの中尊寺ですね行ってあの一、えー、つ点画線になったところなんですけども、それはあの私あの弁慶と義経の ね、あのゆかりの地ということは知ってたんですけども実際にあのそれがあの歴史上でどの,あのお話とつながるのかっていうのはちょっと点だったんですね。ところが今回この平泉に行きました時にあの弁慶のお墓というのがこの平泉の中村寺のところにあったんですけどもそれをあの歴史を見た時に弁慶ってねあの皆さん有名な話ありますよねあの京都の端のところで、えー、弁慶という,こう暴れ者がですよ、えー、刀をですね ですね。他の方から奪い取るようなそんな荒くれだったんですけどもあの橋のたもとで、えー、義経にすれ違うわけですねそれであの立派なこの太刀を持っていたあの義,経の、えー、義経の姿を見てそれをよこせとこう絡んでいったとそうしましたらもう義経がこう見事なですね、あのー、見事な様子でそれをこうかわして。 で弁慶がその義経にですねもうこの人はすごいとそれで生涯その義経に仕えるというようなあの歴史の場面があるんですけどもあのその後ですねあの義経の悲しい歴史がありますよね、えー、あの鎌倉時代ですねお兄さんの頼朝と非常にこう仲が険悪になってどんどんこう追われていくと、まあ、これもあのよくあの歌舞伎のねお芝居の中に出てきますけどもどんどん国に追われていくとそれでえこの欧州の 藤原氏を頼って義姉がですね北にこう身を隠していくわけなんですけどもやがて、ねあのー、結局はのそちらの欧州の方で命を落とすようなことになるわけですけども弁慶は最後まで、ね、自分の君主を守ってですね忠誠、えー、を尽くしたと。 いうようよなことで弁慶のお墓のたもとにはですねあのどんなに世の中の状況が変わっても決してその君主にあの対する思いを変えないで、えー、尽くし続けたという,あのこう石の句が残ってたんですけどもそれを見た時にそうかなんか今まで点々で分かっていたそういった、えー、義経と弁慶の関わりとかそれからあのその時の時代のね国の歴史の,あのこととかがなんか一つの線にい、ね ポーンと繋がったような気がしてましたね。はい、それではあのここで、えー、平泉のですね。中村寺のビデオをまとめてみましたので、ここで vtr でご紹介していきたいと思います。はい、それではこちらですね。はい、平泉の。歴史をたど、えー、った動画をまとめてみましたので、それでは vtr スタートでーす。 ということでですね、あの平泉、えー、中村寺で、えー、撮った沢山の素材をまとめて動画にしてみました。さてそれではですね、えー、今回ですね私たちを盛岡の方にお招きいただきました盛、えー、岡在住の小釜、ま、小笠間健太郎さんとお電話がつながりますので、えー、今日はちょっとね、えー、7000キロを超えまして小笠間さんとお話をしてみたいと思います。 えー、小刈前さんは本当にこの岩手県を盛り上げたいもう岩手県を内側から元気にしたいとね、えー、日々活動をされている方でございますそれでは小刈前健太郎さんお呼びしてみたいと思いますもし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 はい健太郎さん、はい、こんばんは こんばんは,はい。先日はどうもあのありがとうございました。とっても楽しいあの滞在になりました。お元気ですか？元気いやー、ちょっとなんか涙で、ね、涙が出てきちゃう。いやー、本当にあの <laughs> 私もあの不思議な感覚なんですよね。あのなぜ東北にこうして導かれたのかな？って考えると、その導線っていうのがあまりにも不思議でね。本当にこう導かれてる感じがすごくします。 ね、あの本当にいや本当こちらあの、はい、<laughs> ちょっと,ちょっとっや本当になんかこう見てて清水さんがすごくなんか岩手をうまくこう紹介してくださってるのを見て、はいまあ、岩手県人としてやっぱすごく嬉しかった、はい、本当に嬉しかったし出会いはこうインターネットを通じてでしたけどもこうやってリアルでこうお会いして、まあ、こういったご縁ができて。はい こういった機会ができたのって本当に良かったなと今思ったら涙が涙が出てきちゃった 最後一、ねはい、の関の駅まで送ってもらったんですけどその時にも思わ、ま、ずなんか、ね、大人同士で修学旅行なんですけど最後、ま、ずこず涙がぽろっとこぼれちゃうようなそんな場面もありまして、はい、ちょっとあの後半の方はこがり舞さんの映像をご覧いただきながらお写真で振り返っていただきたいと思うんですけども今回あの本当に嬉しかったのはあの地元の方との触れ合いというのも、ね、あのできまして本当に良かったです。それであの今日はコメントの方にも、ねあの出て 来ててくださってますけども、えー、一ノ関在住の小岩さんが、ねあのー、平泉の近くにお住まいということで、あのー、ぜひ一ノ関のお餅料理をということでね、あのーはい、その日のお昼あのおいしいお餅の料理を食べに行きましたそして、えー、と近くの美しい渓谷にもあの連れて行っていただきましてここで。 ねけんちゃん覚えあの小川ゆみさん覚えてますか空飛ぶお団子いただいたりとかね,ね,ねこれも楽しかったですよねあの渓谷の向こう側にお店があってですねでお金を入れるとあのお,おかごに乗ってお団子がだ、はい、届くというね今ちょっとビデオをご覧いただいてますけどゴ、はいねね、ールデンハムスターい、はい、行きました行きましたねはい こうなのです、これあの格好団子というですね有名なの団子屋さんなんですけども、もう食べ物も本当に美味しくてですね、厳、えーうん、備渓谷というところにも連れてっていただきましたけれども、ここまた春の頃もきっと桜が綺麗でしょうね。はい、はい、今お写真であのご覧いただいております。あのそして岩手県のですね。えー 小岩さん、一関在住の小岩さんに「一関の温泉ここがいいですよ」というふうにご紹介いただきまして今回神々の隠し湯神倉温泉というところに滞在をしてきたんですけれどもヤマメのお料理とか地元の食材をねたくさん使ったお料理いただいてきました。 懐かしいですねついあの2週間ぐらい前なんですけれどもあのちょうどこの収穫の時期ででしてねあの黄金の国ジパングを放出させるように岩手県は本当に黄金の実りの時期にあの訪ねることができましたそれであの神々の隠し湯というところにあの滞在してきましたけれども本当にあのいいお湯いただいてきまして森の中の露天風呂、ね、あの滞在してきました。 はい、そして、えー、この日、えー、ゆっくりと朝風呂をね頂い,いて。 みんなとですねゆっくりと一の関の方に移動してきましたけれどもあの先ほどちょっとあの私間違えてあのご紹介してしまったんですけども特別観覧ができたのはこちらの中尊寺の,あの本堂の方で御本堂の方の自覚太子像の方が今回はあの特別観覧ができたということでございましたねあの9月の23日から10月の14日までの特別なあの日にちだったということですけどたまたま私たちね あの運が良かったなと思いますね。はい。ということで、えー、もう一度お電話の方を、えー、小金前健太郎さんの方に戻していきたいと思います。はい、小金前さん。あの岩手というのは何と言ってもあの本当に人が温かくて優しくて。<laughs> それであのやっぱり東北の方だから最初は少しこう内気な感じシャイな感じで少しこう恥ずかしがり屋なんだけども一度心を開いてくれるとじわーっと温かいい感じの方が多でですねそうですねねそう一番最初はわ、ねうんこそばのところから漆、ね、田、うんはい、さんが来ていただいたぐらいですからね,ね本当に、はい、あ,りがありがたいあのホスピタリティ感というか、ねうね、ありがたいですよ。 はい私は春に一度盛岡の方のセミナーに応援で目指した時にその時に来てくださった方も何人か今回あのセミナーに参加してくださって久しぶりの再会になったんですけどもお仕事をあの終えてセミナーには参加できなかったけどとにかくお顔を見たくてって来てくださった方とかねあとあのちょっと今日お持ちの一ノ関美のお話も出ましたけども地元の小岩さんが、ね、あの道が分かんないといけないからっていうのであのお宿まで方 扇動してくださったりとかね。あの、本当にそういったあの東北の岩手の方の温かなあのね、えー、人情にじわーっと来る機会が多くて、私何回か思わずこもらい泣きしたんですよね。滞在中ね。そう,そうそう、そう急にねぐわーっとなんかこうもう込み合いでくるんですよ。急にね。 そんな場面がありましたけれども今回の小金前さんが岩手の森若でこうした熱湯の可能性を使ったセミナーを、ね、主催したいと思ったこの思いというのはどんなところからあるんですか っていうかですねまあ,、えー、あのこれぶっちゃけ話なんですけど一番最初は僕が動画セミナーをやろうっていう企画をした時に、えー、まあ今日もちょっと出てらっしゃるあの書き込みされてるかっぱ先生がちょっとケンちゃん動画セミナーやるってうからみんなで冷やかしに行こうよみたいな話になって「うんうん、じゃあ行く行く」っていうみんな同期の。 窓若、はい、養成講座の同期の方がですね来てくれるってことだったんで、はい、まあイベントじゃあ別のイベント主催しようってあの開催しようっていうことになって今回のセミナーになったんですけども、はい、や,やってみて思ったのはですねあの確かに出会ったのはインターネットなんですけどやっぱりリアルでお会いして、はい、やっぱり分かったことっていうか、はい、なんてつうんだろうなその ネットでの出会いの素晴らしさと可能性と本当はリアルで交流することのこの素晴らしさって、はい、このなんか両方こう今回こう先ほど清さん点と線がつながったっておっしゃってましたけど、はい、もうう同じじよよな感じですよあのネットではお会いしたことあるんだけど、うん、リアルにお会いしたのは今回初めてだったって方もいらっしゃいますし、ええはい、そんな中でこうご縁が深くなっていったっていうのはこのセミナーを主催するとかそういうではなくてなんかその。 なんてんていうですかね本当,本当に不思議なご縁の場を作ることができたっていう喜びですかね,、うん、そ,すねそこが何か一番嬉しかったですね。今回盛岡に行ってあの私インターネット上ではあの以前から存じ上げてお名前存じ上げていた有名な、ね、あの岩手県出身の起業家さんが来てくださったりとか。うん あのあこのタイミングでお会いできるんだと思うような不思議なご縁のつながりっていうのを感じましてですねあの出会うまでにいろんな動線があるんですけどもでもこのタイミングと思うような出来事が本当にたくさんあったんですね。そそれであの東北っっててやっぱりそのなんていうのかなあのなうかあ まあ今回平泉にも行きましたけれども平泉ってかつて京都に次ぐ大きなあの都で非常に栄えたところというふうに聞いてますけどもその黄金の国と言われたジパングこれをねやっぱり東北に光があったであの今震災で大きなね傷を負ってしまったこの東北地方ですけども。 ここからまた東北からね東北が元気になることで日本全体がまた光り輝くようなそんなですねあの東北の方が力をどんどんこう発揮してほしいなって本当に思うんですねそれであの、えー、東北の方がですね大きな例えば東京とか大阪とか大都市に行かなくても岩手にたくさんいいものがありますからこの地元の岩手のいいところをぜひ皆さんインターネットに載せて。 岩手を発信していただきたいなって今回本当に思いましたね。うん、その原動力になるこの地元でしっかり根付いてる小谷麻也さんがね、どうかこのネットのスキルを皆さんにしっかりお伝えして、皆さん一人一人がぜひ力をつけてインターネットを武器にしてほしいなと思います。ねえ、それでは最後にあの小谷麻也さんから視聴者の皆様に一言お願いします。はい、いやあの本当に。 あのまあ、出会いはインターネットだったんですけども、えーはい、やっぱりその直接リアルでお会いしてできたそのご縁のありがたさっていうのを本当に感じて、えー、インターネットも素晴らしいしこうリアルも素晴らしいなっていう本当になんかこう良い機会を与え、はい、てくださって、うん、本当に良かったなと思うのが一つとそれからう、はい、嬉しかったのはその来ていただいた仲間岩手の仲間とかがですねセミナーが終わっていろいろモチベーションが上がった。 で、やっぱり動き出してる方はたくさんいて、もうすでになかこう、はい、いろんなこうセミナーをしたりとかですね。えー、あの、先ほどの言われました小岩さんとか、書き込みされてる。ええー。岩立さんとかですね。はい。あの、まあ、あとは、えっ、ー、と、ジ a イエイブラハムの。マーケティング。あの、お母さん、あ、セミナーやるんですけど。あの、清美さんの。影響を受けて、明日ユーストリームで初、初配信してみるっていう、ねお。素晴らしい。そんなことも、こう、ご。 あの動き出してるの。もあって、はい、それ地方で頑張ろうという仲間の輪がどんどん広がっていくのがやっぱ嬉しかったな。とああ、それは良かったですね。はい、なんかあの限られた時間なので、本当にあの。本当にごくごくね、一部のことしかお伝えできなかったですけども、それをきっかけにして行動をもうしてくださっている方が。いらっしゃる。これは本当に何より、もうあの。岩手までね、あの駆けつけて、駆けつけさせていただいた、本当に甲斐があります。はい、ありがとうございました。こちらこそ、ありがとう。 岩手ね、ね今回不思議なご縁でですねゴールドコーストにご縁になるあの受講生さんなんかもいらっしゃいましてねだからあのぜひ今度は今日はねあのちょっと気候番組風に岩手の素敵なところをご紹介したんですけども次回はぜひあのこのインターネットのライブ番組に岩手の方どんどんご出演していただきたいと思っていますのでぜひ素敵な方をまた,、ね、またあのご紹介くださいませね。はいは ということで今日は、えー、黄金の国、ジパング、ねえー、光り輝く岩手県、緑と黄金の国、岩手県をご紹介させていただきました。そして盛、えー、岡からのゲストは、今日は小刈前健太郎さんにご出演いただきました。小刈前さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい さて皆様いかがでしたでしょうか。今日は岩手県特集ということでお送りいたしましたけれども、ぜひ皆様、えー、次回は岩手県の皆様をですね、ライブの方でどんどんご紹介させていただきたいと思います。それでは今日はこのあたりで失礼いたします。おやすみなさい。